皆さんこんにちは。NFT ゲーマースプランです。皆さん今日も歩きましたか？ということでね、今日はステップンの S コック、アシックスコラボの OG の配布があったので、それの結果を見ていこうと思います。これね、アシックスのソラナチェーンの靴、皆さん買いましたか？っていうね、動画を、まあ以前ね、出したんですけど、これね、倍率だけを見ると余裕で当然だね、みたいなことをお話しました。ということで今日はですね、そのスプランの結果発表と、まあね、そこの発表だけを聞いても皆さんにはね、実りがあまりないかもしれないので、詐欺に合わないような当選した NFT の受け取り方ですね、ここのところをきちんと共有していこうかなと思います。はい、ということでね、インターネットの方にやってきました。これね、iPhone を使っている方は、まあ、ウェブでやっている方も多いと思うんですよね。Android の人はアプリをね、使い続けているかもしれないですけど、こうやってネットの方でも見ることができます。で、これね、タイプがあって、スニーカーを押してあげて、OG ってやってあげるとね、ほら、こうやってアシックスのね、靴が出ていますよってので、今日はね、スプランのファントムのウォレットを見ていこうと思います。はい、ということで、まずファントムのウォレットを開きましょう。はい、ということで、こんな感じですね。で、ここのボタンを押したら、OG が当選しているかどうかがわかります。はい、ということで、スプランは、ここまだ見てないんですよ。見てないので、ここを押して、ちょっとドキドキしながら開けます。はい、ということで、いきます。まあ、当たってるでしょ。だって2000人ぐらいでしたよね。なんか応募した人がね。で、なんかそれぐらいで2000人の人が当たるっていうから、まあ大丈夫でしょ。ってことで、見ていこうと思います。はい、じゃあ行きますよ。ポチッ！え？嘘。嘘でしょ。もうなんかさ、スプランいつもこういうの当たんないんだよね。本当に？本当に切れないのかな？これ。もう、なんかちょっとショックなんですけど、ちょっとここのところをね、実際に、じゃあ、本当か。届いてるのか、届いてないのかとか、そこの辺も含めてお話したこと思います。あのね、スプランね、ちょっと予想してたのは、なんか、せめて偽物の NFT のシューズでも届いてるのかなと思ったんですよ。だけど、そんなこともないのかな。ので、まぁ、ちょっとね、今日はそこを見ていこうかな、と思います。はい。で、届いた NFT の確認の方法ですね。実際に、あ、これね、当たってる人は多分 NFT 来てるんじゃないかなと思うんですけど、来ていたとしてもですね、それ自体が本物かもわからないんですよね。なので、そこのところもわかるように見ていこうかなと思います。はい。で、あ、これはコレクティブの受信じゃないです。ウォレットですね。で、ウォレットをあなたのアカウントっていうのがね、これをね、きちんとコピーしてあげましょう。で、コピーしてあげたら、これをね、調べることができるソルスキャンですね。SOL スキャンっていうのがあるので、そこを見ていきます。はい、未だにね、落選の興奮がね、冷めやまないんですけど、見ていこうと思います。で、先ほどコピーしたファントムのウォレットを、こうやってね、ソルスキャンっていうところのね、あとこうやって窓口、検索窓に入れて検索をしてあげます。そうするとね、実際にあなたがどういったね、トークンを取引してたのかっていうのが出てきますね。ここのトランサクションっていうところを見ると、実際にどのような取引が、まあ、出たのかっていうのがわかります。ここを見ると、セグネチャーってあるので、これは取引した一個一個にね、契約の書類みたいなものが書かれるんですね。いわゆるブロックチェーン上に取引情報が刻まれるというやつですね。まあ、なので、ここのところを見てみてもいいんですけど、あとは誰からね、送られたかとか、その辺もあるので見ていきましょう。はい、そして今回見るのが、この SPL トランスファーズのトークンのもらったものですね。まあ、ダークモードのものしかスプランはないですけど、OG 靴当選された方はですね、ここになんか OG シューズみたいなことが書いてるのかもしれないなと思います。なので、そこのところに押してみましょう。で、今回だったらダークモードみたいなものを押してみるとですね、こうやって、その NFT の情報というものが出てくるわけですね。で、これを見てみると、まあ、実際にね、これ下の方トランスファーズの種類を見てみると、タイプがミントってなってるんですね。こうやって OG シューズを、ゲットした方、これが運営の公式から多分送られてきてるっていう場合には、ここのタイプがミントになってるはずですね。まあ、なんだけど、そうじゃない、いわゆる詐欺師からね送られてきてるような場合は、ここのとかが、まあ多分ミントではなくて、トランスファーみたいな感じになってるかもしれませんね。なので、ここのところが一個見分けるポイントですね。これで詐欺に引っかからないようにしましょう。で、あとは、ここのマーケットプレイスというところを見たりすると、オープンシーとかマジックエデンで、このバッジだったら売られてるよってとこなんですけど、まあ、ここのところを、まあオープンシー、マジックエデンの他に、例えば、ステップンの、マーケットプレイスのところが出てきて、それを押してみるとかね。まあ、その辺のところをクリックする分には大丈夫なので、そのマーケットプレイスを見てみて、それが本物かどうかを調べるというものは一つ大丈夫なんじゃないかなと思います。
はい、ということで、ね、スプランが今日見てきましたけど、なんか詐欺の NFT も送られてきてないので、そこの見極めもできないし、そもそも靴が当選していなかったっていうところでちょっとね、ショックなんですよね。まあ、ショックなんですけど、これ、普通のね、タイプのところを見ると、スペシャルスキンってのありますね。お、これ押すと、ほら、なんかワールドカップみたいなのありますよね。なので、ね、ワールドカップ楽しみながらですね、ここのステップの靴楽しんでいこうかなと思います。なんか今見てる段階で10ソルぐらいなんですよね。なんか2万円ぐらいとかかな、で買えてしまうので、という感じなんですけど、この辺のジャパンとか落ちてないかな。なので、その辺とかも探しながらですね、楽しんでいこうかなと思います。はい、そんな感じでね、今日のチャンネル以上になりますので、ぜひね、皆さん今後もよろしくお願いします。本日は以上にしようかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひね、まだの方チャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、地味にスプランツイッターをやってますね。年内にフォロワーさん1000人いきたいなと思っているので、ぜひね、まあ、今950人ぐらいかな。まあ、なので、これちょっとイーロンマスク氏の、ね、件でいろいろ増えたり減ったりしてるんですけど、ぜひ1000人目指していきたいと思いますので、まだの方ぜひね、このステップの情報とかもすぐにこれ公開した方がいいなみたいな情報はツイートもしたりしていますので、どうぞそちらの方もまだの方はね、フォローされてください。概要欄から行くことができますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日は以上かなということで、また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。